長男のエサウは、少子の特権を軽んじましたが、次男のヤコブはそれを望みました。ヤコブは霊的なものを大切にし、エサウはこの世のものを求めました。この世のものに対する一時的な上を満たすために、大勢の人がエサウのように永遠の価値のあるものを捨ててしまいます。